私の気になるお酒は何だろうな。あやかしえんじです。あやかしいちごよ。あやかしのり。今日はいのが甘酒を紹介します。イエーイ。本日の甘酒はこちら、森永さんの甘酒。一番よく見る赤い缶のタイプの甘酒です。みんな見たことある？自販機である。自販機にもコンビニもスーパーもどこでも売ってる、ね。一番オーソドックスなやつ、ね。甘酒って言ったらこれが一番最初に頭に浮かぶ、そう、甘酒が赤いと思ってたの。なんかこのイメージかな。あー確かに。パッケージがさ絶対赤だと思ってたら意外と違ったみたいな。これのイメージが一番強いよね。この甘酒は1969年に瓶で初めて登場して、大昔。そう、もう結構長い。50年前。あんなに前からあるんだ。まあ犬たちにとったらね、つい最近みたいなもんだけど。そんな経ってたんだね。うん。でその後1974年に缶で発売され始めたみたいです。今日本で一番売れてる甘酒だそうです。でしょうね。そうだよね。やっぱりね、みんな知ってるもんね、うん。じゃあ、早速そんな長年愛されてる甘酒をみんな飲んでいきましょう。はい。乾杯！乾杯！やっぱ長年愛されてるだけあってさ、飲みやすいよね。なんか私、昔飲んだことある気がして、もっと甘いイメージだったけど、わかる。全然割とサラッとしてた。あともっとすごいドロドロしてると思ってた。わかる、わかる、わかる。あれ違うさと思った。なんか変わった。改良したんじゃない？これ絶対。絶対でもしてるよね。そう、最近というか。リニューアルした？リニューアルしたみたいで。うんうん。味わい新宿って書いてある。あのさ、これさ、最近あの私たちさ、この企画始めてからさ、美味しい甘酒をいただいてきたじゃん。うん、全然負けなくない。そうだね。負けてない。びっくりした。あれ普通に美味しいぞと思った。こちらはですね、ダブル発酵素材、米麹プラス酒粕タイプってことで、コクと甘みのベストバランス、一番スタンダードなやつなんですけど、味わい信じ込みって書いてあるから、リニューアルしたんじゃないかな。香りは、なんかの酒って感じの香りが結構最初にツンってくる感じがあって、今私たち温めて飲んでるから、高いから余計ね、酒っぽいかも。なんかこの匂いに最初ちょっと、あ、苦手かもってちょっと一瞬思って飲むと大丈夫だったって感じかな。最初はすっきり、飲みやすい。飲みやすい。あ、なんか誤解してて、本当誤解してた。ごめんなさいって感じ。すごい入れなんだけどな。多分ね、あ、なんかね、さっき私飲んだよ。あ、沈んじゃってんのか今ね。いや、美味しいね。美味しい。なんかびっくりした。なんか、なんだろう。よく一般的な甘酒にはもう戻れないなと思ってたの。贅沢してたから、ちょっと。これなら大丈夫かも。ね、全然飲める。もっと後を引く甘ったるさかと思ったら。そう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 。全然口の中にも残らないし。すっきり飲めるね。この甘酒ね、公式サイトを見てもらうとみんなも分かると思うんですけど、甘酒って料理に使ったことある？みんな。ない。ないな、自分ではない。なんかおすすめが、甘酒鍋とか、トマト鍋とかに追加で入れたりとか、サムゲタン、ミルフィーユ鍋。サムゲタン絶対美味しい、これ。石狩鍋にも入れたりとか、甘酒キムチ味噌ラーメンとか。あ、美味しい。あー、美味しそう。食べ物っぽいやつに、なんかちょっと味変とか、コクとか、甘みを足すのに使ってもおすすめの甘酒だそうですよ。そうだね。麹を入れればっていうことだもんね。そうそう、麹とお酒だから絶対うまさ、うまみがすごいことになる気がする。お肉と相性がいいんだろうなって気がする。コクとね、うまみがレベルアップできちゃうんで。この甘酒だったらね、お手軽に買えるし、ちょっと使ってもあんまもったいないなっていう気分になるし、罪悪感ない。使えそう。この缶でね、130円ぐらいだったかな。でもスーパーで買ったらもっと安く買えそうだよね。あ、買えそう。多分買えると思う。ぜひ手に取りやすい価格なので、みんな買ってみてください。はい。はい。はい。今回からですね、グラフをちょっと変えまして、購入しやすいしにくいの部分を、味わい、濃厚か、すっきりか、をプラスしてやっていきたいと思うんですけど、案外すっきりめだったよね。うん、すっきりだった。比べて、今までのと比べてみると、まあ普通ぐらい。そうだね。甘さも、そんなに甘いっていう感じない。ちょい甘いよりかな。甘くない甘酒ね、もう結構あったと思う。ああ、そうだね。比べたら甘みはあるもんね。うん。
ついるくらいか、うんうん、すごく甘いわけではない、ね、わけではない、うん、しつこくない甘みっていうか、うんうんうん、あと引かない飲みやすい甘さだった、うんうんうん、でこの位置にしたいと思います。はい、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは最後にもう一回せーの